ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、喫茶楽園へようこそ。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド、真壁克己役の石井誠です。この番組は喫茶楽園の調理師である僕がリスナーの皆様に憩いの時間を提供していく番組となっております。はい、さてウェブラジオ13回目ということで、皆様この夏はどのようにお過ごしだったでしょうか。夏感じられましたか。僕ですね、毎年のことなんですけど、結構ね反省しちゃうんですよ。夏をおろそかにするんですよね。春秋冬はまあ意外となんですけれども、夏はね本当になんか夏らしさ、そういうものをね感じることがなく、気づいたら終わっているというそんな状況なんですよね。まあね、こういう事態なのでなかなか外に遊びに行くとかもできないのはしょうがないとして、例えば家の中で、まあ、食ですよね、食べ物で夏を感じることもできますし、夜空を見るでもいいわけだし、まあね、家でビールを飲むでも、まあ、夏じゃないですか。そういったことをね今年本当にしなかったんですよね。気づいたらもうなんか夏が通り過ぎていってしまったと、なんかそんな感じなんですが、ファフナーの公式のツイッターとか追いかけてくださっている方ご存知かと思いますが、本日私ですねアロハを着ております。なぜかというと夏らしさが欲しかったんです。まあ、こんなタイミングしかないなとも思ってるんですけれども、いつもね夏のイベントといえばこのアロハということでこういうアロハを着てるんですけれども、本当にまんまいつものアロハです。まあ本当にそれだけの理由で夏を感じたいのでアロハを来ております。ということでね、9月の21日、まあ、本日秋ですけれども、何の日かというと真壁克己の誕生日と、本日は克己生誕祭スペシャルでお届けしたいと思っております。そして、まあ、ウェブラジオのゲスト、最多出演になるんでしょうかね、あの方が本日はお祝いに来てくださってるということで、ちょっと期待しちゃいますよね。お祝いに来てくれてるということなので、期待して、ご紹介したいと思います。それでは皆様最後までごゆっくりおくつろぎください。ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、それでは登場していただきましょう。あなたはどなたですか。皆さんこんばんは。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド、みなしろ総司役の木安康平です。もうどっちにも触れてないじゃないですか。いやもうちょっとなんか久しぶりすぎて何が何だか自分でもよくわからないですね。何が何だかって、ちょっとよくわからないんですけども、まあまあまあね、ハッピーバースデートゥーユー、急に来た、ハッピーバースデートゥーユー、はい、いや、はいはい、ハッピーバースデートゥーユー、続いちゃうの、はい、カズキね、ちょっと大丈夫ですか。ハッピーバースデートゥー、これ止めた方が良かったかな。いやいやいやねえ、まあ、期待通り外してはくれるんですけれども、ありがとうございます。大丈夫ですか、おじいちゃん、はい、大丈夫ですか。もうちょっと久しぶりに出したもんで、はい、1年ぶりですからねこの歌歌うのも。そうですね、はい、おめでとうございます。9月21日、はい、真壁克己くんお誕生日おめでとう。 ありがとうございます。何いや何もないですよ。いやもうご時世1年前から何も変わっておりませんので。そうね、それは確かにそうなんですよ。喋りながら食べ物を食べるなんてことはもうやっちゃいけないっていうふうにもう1年前からずっと言われ続けて、それはもうお前らちゃんとそれ守ってんのかっていうね。そうですね、食べるときは黙々とということですからね。そうです、黙食ということで、そうもうただこの回は喋、はいはい、らなきゃいけないのでラジオですからね、はい、黙れない、そう黙らない、その代わりに、うん、何もないっていうことで、うん、ケーキは今回もご用意いたしておりません。寂しい話ですけどねと、はい、言いますけれども、うん、もちろん、うん、前回同様、うんうん、前回同様ですね、心の目はすでに石井さん開いていると思います。はい、その心の目で、
私が用意した、うんうん、スタッフのみんなが用意した、うんうん、愛あるこの愛のある、ね立派なケーキを、はい、どうぞ、ご堪能ください。ででーん、あ、出てきましたね。ありがとうございます。これどうですか。うわー、豪勢な豪勢なケーキですね。豪勢です、うん、じゃあビジュアルをまず、あれですね、お伝えしましょうかね、はい、あれですよ、和田摘み島ですね。これはおこれはすごいですよ。すごい、和田摘み島がケーキになるのは初めてじゃないですか。そうですね、なかなかでっかいケーキですけれども、平べったくてね。ケーキっていうと、大体ちょっとディフォルメしてるじゃないですか。そうです ねちょっとなんか可愛らしくなったりとか、はいね、ファニーな感じじゃないですか、うんうん、いや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 、うん、ね、いろんなところにある共同資料館のジオラマみたいな、うん、ジオラマみたいなケーキがね。そうですね、こうなんか細かい繊細な作りになっておりますね。いいですね。いやすごいな。もうだってシンボルの世界樹もちゃんとこうね、キラッキラのね、キラッキラの飴で作ってあるんです。飴細工ですね。飴細工で作ってます。枝一本一本しっかりとこう緻密な作業ですよ、はい、これは。舐めれば甘い。そうですね、舐めればきっと甘いんでしょうね、あとビヨンドの、オープニングで、カモメが飛んでるじゃないですか、画面一帯に、はいはいはい、あのカモメなのかな、刺さっておりますね。浮いてます、浮いてます。そうですね、カモメがね、ワイヤーで吊るしております。ワイヤーなんだ。そうです、そうです、吊るしております。なるほど、はい、なるほどね、ケーキの外からワイヤーで吊るしてる感じ。もちろんそのカモメも食べていただくことは可能です。あ、そうですか、ちょっとかわいそうで食べづらいですけどね。あ、そうですか、はい、わあ、すごい作りですよ、なかなかな。えぐって食べていただいて大丈夫です。もうすでにね、いくつかえぐられてる場所はあると思うんですけども。ほんと細かいですね、そういう作りまでありますね。そこじゃないとこでもどこでも結構ですよ、えぐっていただいてですね、はいはい、なるほど、食べていただければ、はい、自分で行った方がいいんですかね、これは。あ、私が行きましょうか。ああ、じゃあ、はいはい、お願いします。いいですか、はいはい、じゃあちょっとスコップ用意しますね。スコップが必要。そっかね、大地を掘るわけですかね。えぐる感じなんでね。そう、じゃあ行きますね。じゃあ島半分、海半分ぐらいで行きますか。そうですね、なるほど、海の部分もあるわけだ。そうです、そうです、そうですね、じゃあお願いします、はい、食べづらそうだな、はい、そんなに行きます。あ、そんなに行きます。取りづらいでしょそれ。そうですね、だいたい島半分海半分って普通に考えたらありえない形ですからね。なんだろうな、島の破片の部分に海がついてくる状況ってどういうもん。だって取れないし、取ったらザバーって音はしないでしょ。固形でしょ、固形。じゃあ石井さん、これ早く食べないと。これどっから食べればいいのかな、これ。え、いや、もう どこでもいいですよ。海のところから行く、どこから食べたって同じですよ。海とじゃ島の部分両方。あ、そうですね、そこをグッと押し込みますので。あ、じゃあ行きますよ。どの角度、これこれ。あ、それでいいですよ、それでいいです、はい、行きますよ、はいはい。ハッピーバースデーカズキうん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 、まだまだ全然半分も入ってないですよ。半分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 半タイガー入りました。タイガー入ったけど、タイガー入りましたけど、どんどんこう押し付けてくるのやめてくださいよ。いやいや、さすがにね。いや、だってここにあったとスコップの上に乗ってたってしょうがないね。あなたが食べないとだって消化されないわけですから。考えてください。その形、その大きさのものを全部一気に口に入るわけないじゃないですか。ああ、まあね。ね、だから、まあ、ちょっとずつこうね、うん、咀嚼しながら進んでいかなきゃいけないのに。うん、さっき夏を体験してないっていうことだったんで、はいはい、あれか、流しそうめんみたいなものにしてこうどんどん行けばいいのかな。それワンコだったら分かるんですけど、これ刻んで流しそうめんみたいなものの上からどん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 口の中にね、どん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 ざん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 流れ込んでくるっていう形しようか。地獄ですわそんなの。それでやっと夏を体験できた。全然和田摘み島を体験できない、それは。そうそう、そういえばさ、それ思ったんだけどさ、うん、最初のオープニングトークで何ですか何ですか。その夏を感じてないから、うん、今日は夏を感じたくて、うん、
アロハですって言った直後に、あなた、はい、秋ですみたいなこと9月21日秋ですみたいなこと言ってて、だってもう秋なんだもの、めちゃくちゃだなって思いました。いやだからね、まあ、夏を通り越しちゃったわけだから、うん、もうね、本来着るタイミングではないんですけれども、うん、でも着られるタイミングってもうここしかないから、だからもう、ね、それ夏だからとか言わないで、もう、うん、俺の誕生日なんだからってもうはっきり言っちゃえばよかったじゃないですか、浮かれてる感じでそうそうそう俺の誕生日なんだよって俺が嫌なんですよ。なんかその誕生日だから浮かれるっていうその感覚がなんか恥ずかしいじゃないですか。だから夏にかこつけてこうやってアロハを着るっていうね。なんでやってるんですかそんなのもう1回目から恥ずかしいことなんて分かってたんですよ。そうなんだけど、でもほらあのね、イベントで着るならいいんですよ。そうです、ラジオで一ラジオの、でも着てきちゃってるじゃん、誰も着てこいって言ってないのに着てきちゃってるじゃん、青いアロハを。そう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 なんですよ。だからね、恥ずかしいなっていう気持ちがあるから余計に夏にかこつけたこのね意見なわけですね、はい、夏にかこつけてみたんですね。そう、そういうことですよ。そうですか。一応ケーキ今食させていただきまして、いや美味しかったですね、はい、あれですね海の部分は羊羹でできてましたねなるほど。あ、そうですか。わだつめ島だからやっぱりあれだ、和なんですよ。なるほどね。そうそう。で、ね、大地というか辰宮島のこう削れた部分は、うん、これなんだろうな、うん、あれですよ。何ですか。羊羹じゃなくて全部羊羹じゃん。そしたらあんこ何言ってんの。いやいや、あんこだって大概羊羹みたいなもんだろ。甘い、いや甘すぎず、ね、甘すぎずの何を言ってちょうどいい甘さの。あんこと羊羹でしてんのこれ。あんこと羊羹。で、なんだっけ。そう、そういうやつですよ。でもね、いくらでも食べられるぐらいのちょうどいい甘さのね、和菓子でしたね。あ、そうですか。夏見島は。すごいですね。皆さん、これ、本当に何もない状態でこれやってますからね。これが、まあ、20年近くね、17年 ?8 年 ?17、8年やってますね。17、8年やってきた、我々の、成果ということですね。そういうことになりますね。そうですね。何もないケーキが食べられるようになってきたっていうのはね。ね、今年もエアケーキということで。積み重ねてまいりました、本当に。というわけでですね、あれです。かずけくん宛てのお祝いメールがたくさん届いておりますので、どんどんそれをね、紹介していきたい。はい、もう、我々の時はですね、本当に、お便りのご紹介がですね、少ないと。はい。そうなんですね、我々の喋ってる時間が長すぎるということで、うん、まあ自己反省いたしまして、そう、それは毎回してます。え、毎回、あ、そうですか、毎回してるんですね。毎回してますけどね、毎回してるのに毎回治らないってことでしょ。そうなんですよ。だから今回はもう登場からもういきなり歌い始めてですね、もういきなりもうお便りに行こうと。なるほど、どんどん行こうと、ね、どんどん行こうと思ってるわけですよ。そういうことでしたか。そうです、そうです。なるほど、行きますよ。はい、じゃあラジオネームマリナさんからです。はい、石井さん、木屋さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。7月末に友人からロボットアニメ好きならきっと好きだよと勧められ、物語の魅力に飲み込まれた新入りです。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭から不穏な空気を察しながらも話が進むたびに、なんで、どうしてと悲鳴を上げていました。10年以上も前に皆さんはこれを経験していたのですね。8月上旬に最新話までやっと追いついた新参者なのですが、お、大変ですね。今年の和樹くんのお誕生日に間に合い本当に幸運です。なんだか今年も悠長にお誕生日をお祝いできるような状況ではないですが、誕生日くらいは全てを忘れて幸せな日を過ごしてほしいなと思う限りです。最後になりますが、真壁和樹くんお誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう、はい、そして和樹くんの思いを一緒に音にして届けてくださる石井さんにも最大の感謝を。この先の未来を見届けられる世界に到達できて幸せです。これからも体調にお気をつけくださいませ。関わる皆様全員が健康でいてくださることが何よりの祝福です。ありがとうございます。1ヶ月ってすごいね。無理をした無理をした。だって待って、いや1ヶ月じゃないよ。だって7月末に、あ、待つか、ほう、7月末に進められて8月上旬に最新話に追いついてんだよ。なんてこった。これ危ないですからね本当に気をつけてください。すごいですね。でもすごく素敵なお便りを送っていただきましたよ、石井さん。はい、ありがとうございます。もうね、染みますね本当にこんな風に、ね、今まだこうやって、作品を見始めてくださる方がいらっしゃるっていうことですからね。これはありがたいな。新しい島民の方々が増えていくと、はい、ただ無理はしないでほしいというところはありますがね、うん、
はい、それではどんどん行きましょうかね、はい、ありがとうございます、ラジオネームゆみさんからです、石井さん、木安さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、そして和樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、たまたま、第1期1話を見たのがファフナーに出会ったきっかけでした。それから17年、アニメ放送をしていない時でも生誕祭イベントをされていて、ユーストリームの配信を見たり、ヘブン&アース DVD& ブルーレイに、封入されていたハガキの生誕祭イベントに当選し、新宿で石井さんの生フリューゲルを聞いたり、あったあった人生で一番長く誕生日を祝っているキャラクターかもしれません。今の大人になった和樹くんもかっこよくて好きなのですが、やはり笑顔の和樹くんが一番好きなので、またいつか笑顔を見ることができたらいいなと思っています。最後に改めて和樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、うん、そんなことあったんですよ。新宿、歴史ありです ね、 ね。あ、もうこの方は逆に第1話から、そうですね、17年前から、ね、あの一緒に歩んできてくださっていることですね。僕の恥ずかしいところもいっぱい見えていらっしゃると。もうなんかそイベントとかはちょっともう、うん、なんでしょう、網羅しきれない感じですかね。どうなんでしょうね。いや、もう私だってもうなんか忘れてるけど、あの、うん、皆様から言われれば思い出せるけどみたいなこともたくさんあるような気がしますよ、ね。そうそうそう、あの時はどこ、いつだっけなになっちゃいますね、うん、やっぱりね。新宿で生フリューゲルを歌ったんですか。これ多分ですね、新宿のね、結婚式場で結婚式場、うん、なんかね、あの、階段をね、なんかうわーっと降りていって皆さんのところに行ったっていう記憶があるんですよ、多分そこの話じゃないかな、うん、あ、それはお一人でやったイベントですか。そうですね、僕と中西さんでね。ああ、そっかそっか、行ったような。ああ、なんか、ああ、聞いた聞いた、うん、そうだ、なるほど、そんなことがありましたねね、恥ずかしいいろんなことやってますね、我々もね。やりますね。じゃあ次行ってみましょう、はい、ラジオネームクランベリーさんです、石井さん、キアさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。まずは真壁和樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。昨年のラジオでお便りを読んでいただけたことが嬉しくて、うん、今年も送らせていただきました。2年連続で、2年連続ですね、うん、時折聞き返して元気をもらっています。去年と変わらず、いや、むしろもっとズブズブにファフナーにハマっておりますさて、今日はカズキの誕生日ということですが、カズキは宗師から何かプレゼントをもらったりするのでしょうか、うん、もらうとしたらどんなプレゼントか、お二人の想像をお聞かせください、うん、私は極めて便利な調理グッズなどをもらっているのかなと想像してみました、うん、またもしお二人がファフナーの世界の住人だったら、カズキや少し早いですが、宗師にはどんな誕生日プレゼントをあげたいですか、お答えいただけますと幸いです。うーん、はい、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございますうーん、ね、カズキが宗師から何かプレゼントもらったりって、うん、宗師がね、プレゼントなんだろうね、なんかありますか。もうなんか、うん、結果もう毎年のことになってますからね。そうそうそう、ちょっともうあのそろそろネタが尽きてきたって思ってる頃かもしれませんけどネタとかネタとかってね、多分そういうもんじゃないと思うんですけどね。あ、そうですか、なんでしょうね、物とかっていうのはね、もちろんいいんでしょうけど、物、まあまあ、でも物でしょうね。物ですかね。和田摘み島で何が買えるんだろうな。いろいろ買いますよ。まあメガネとか、うん、まあ、カズキメガネ必要ないですからね。まあそもそも、あ、そこ難しいな、この場合の宗師、うん、和田摘み島でっつったら、まあね、和田摘み島でっつったら、今の、そうですね、宗師くんなわけでしょ。キャピキャピ宗師になるので、うんうん、辰宮島でっつったら、まあかつての宗師なことなのかもしれませんが、ね、まあでもそのあたりで考えてもいいんじゃないですか。そのあたりってどういうことですか。え、だからエグゾダス関係で、うん、ああなるほど、あの、うん、大人の方のね。そう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 。うーん、なるほど。まあそうですね。まあそうだな。若い方の宗師はまだなんかその、だってね、プレゼントあげるよ、ね、思ってもいないでしょうからね。そんなでしょ。ね、でもなんか物をあげるっていうイメージがあんまないんですよね。うん。うん、なんか二人の関係で言うとね。手袋にしましょうか。手袋。寒い。あのなんていうんですか。うん、バイクとか乗るんですか。バイク、あの株みたいなの乗ってますよね。株乗りますよね、だからそういう時につける。あ、なるほどなるほど、ね、まあ、冬的なところで、これから冬でしょ、だって。そっかそっか、そういうことになるのか。ここからあの、うん、冬の間使ってる。手袋って意外とね、なんか真心って気がしますよね。あ、そうですか。なんか相手が寒いだろうなっていうような、うん、そういうイメージであげるから、はい、まあね、いたわりがね。そうそう、もらった方としてもなんとなく、ね、うん、そういう気持ちになるのかもしれませんけどね。あのがっつりした、あのすごい、あの
ライダー仕様のあれですよ。ライダー仕様の革のやつです。あの別にだけそのほっこりしたのじゃないですよ。あの、なるほどね。あのバイクに乗ってもあの支障のない、そういうことか、はい、いかつい感じの、なるほど結構ごついな、はい、そうそう、あのちょっとあの戦隊もののヒーローみたいなあの感じの、なんだったらあの指先出ててもいいやつ意味ないしそれ全然意味ないし指先温めたいなそうですね、どうでしょうね、僕としてはですよ、はい、あのまあ、カズキが多分もらって嬉しいだろうなっていうのは、うん、多分物じゃなくて、うん、なんかね会話ができればいいなっていうね会話ができればいい、うん、なんかそれだけでいい気がするんですけどね、あ、まあ、なんならだから、うん、あのエグゾダスの時じゃなくて、うん、今で考えてもそうなんですけど、うん、まあ、会話できたら嬉しいなっていうところがありますかね、やっぱり、うん、なんか物じゃないっていうところかな、ちょっとかわいそうな人です、ね、かわいそうな人なんですね、やっぱり、ね、話ができるっていいことだと思いますよ、ね、そういうもんだと思います。なるほど、ね、あ、ちなみにじゃあ僕らが和樹や宗師たちにあげるとしたら何かあります、うん、僕ね、あの、うん、和樹だったらね、うん、なんかね砥石とかあげたいな。砥石？そうそう、料理するでしょ、うん、包丁やっぱりさ、あの研がなきゃいけないから、うん、で砥石なんてものはいくつあったっていいもんだから本当かな、うん、砥石っていくつあってもいいものだ、いいものだから、で本当に高級砥石、ね、1個でよくない？いや高級砥石、高級砥石、あの、ね、あの高級砥石とじゃ違うものっていうと何が違うかというと人工石かまたは天然石かなんですよ、はい、で人工石っていうのはいわゆるさ、あのどこにでもあるような、はい、ね、どこでも売ってるようなものですよね、研磨材とか固めて作ったようなやつ、ええ、であれだと確かにあんまりすり減らないんでしょうけど、ええ、逆にね、あの包丁傷ついちゃったりするので、うん、切れがいいんだか悪いんだか分かんないんですよ。で天然石だと、はい、あのこうやってね、研いでいくとだん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 もうあのなくなっていくわけですよね、どっちが削れていくんですよ、あの石がね、石自体が、うん、だから滑らかに、はい、研げるということ、うん、でやっぱなくなっていくわけだから、はい、いくらあってもいいわけじゃないですか、はい、ね、一体どれほど研げばなくなるんですか。いや結構な頻度で使うとやっぱりすぐなくなっちゃうと思うので。そうなんですか。そうそう、だから天然 の、うん、あの高級砥石かな宗師にはあーチョーカチョーカーこそもう足りてんじゃないですか。エグゾダス時点の、はい、あの時点での宗師が、うん、果たしてチョーカーをもらってつけてくれるのかっていう、まあ、つけないでしょうね多分 ね、 ちょっとナチュラルな感じになりましたからね。そうそうそう、なんか、ね、やっぱあの あいつ変わっていったんだなっていうのがね。そうだね、やっぱり多分自分の中でも黒歴史と感じてるのかな。まあ分かんないですけど、まあ、宗師くんはそういうなんか変遷がちゃんとあるタイプなんで和樹はね、なんかずっとね、なんか T シャツ一丁で平気なタイプだったからね。そんなところですね、うん、どうですか、何かありますか。和樹にあげるとしたらなんだろうな、うん、でもなんか、うん、なんだろう、でもさっきのあれで言えば、うん、一緒になんか飯食ってみたいですね、うんうんうん、和樹とはね、あのまあ、なんか何なんか好きなもの食べていいよって言ってもなんか何も言わなさそうで。そうですね、あんまりそういう意味では楽しくなさそうですけど、うん、あのでもなんか一緒にご飯をご馳走して、なんかまあ共にね時間を過ごすっていうことですね。そうですね、そういうのがいいですね。ああいいですね、そういうのね、うん、ああそれはいい過ごし方だな。宗師は、宗師くんにはそうですね、それこそあの大人の方の宗師は、うん、やっぱりずっとあのアルビスの中にですね生活してたんですかね。うん、だと思いますよ。そうですよね、うん、じゃあなんかこうあのなんか、うん、いいベッドなんかいいベッド、いいベッド、いやアルビス仕様のベッドも結構いいものなんじゃないんですかね。うすか、どうなんですかね、分かんないけど、やっぱり健康を損ねてはいけないので、健康損ねない、ね、やっぱり寝具からそういう健康っていうのは守られていくものだと思いますので、いいベッドあげたいなそうですか、さらにいいベッド、いいベッド、ああなるほどね、ちゃんと点と点で支えるような、そう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 、ね、ちゃんと人の形に対してのね、そういうやつがいいかななるほど、うん、実用的でいいと思いますよ、うん、はい、ありがとうございます、それではですね、じゃあ僕まだいけるかな、まだいけますかね、じゃあ参ります、ラジオネーム早宮さんからです、石井さん、木安さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。そして和樹くん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年も祝えることに感謝です。早急のファフナーに出会って約17年、自分の中でこんなにずっと追いかけているアニメはファフナーしかないし、推してるキャラも和樹くんです。 ありがとうございます。ビヨンドでファフナーが終わるかもと、終わるとしても、ずっと和樹くんが大好きです。石井さんも大好きです。ありがとうございます。どんな形であれ和樹くんがみんなが幸せになってくれればと思います。世の中は大変な状況が続くと思いますが、お二人とも体には気をつけてくださいね。無事に公開日に上映できるよう願ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがたいですね本当にね。はい、ずっと押してるんですって、よかったじゃないですか。ね、ちょっとどこか影があるようなね、人ではありますけれども、ね、押してくれててちょっと嬉しいな。分かってんですかね、和樹は。そうね、分かってないんじゃないですか。分かってないですよね。大概分かってない。そういう本当そういうとこだぞっていう話だよね。ね、じゃあもう一個。はい、ラジオネームエビシオさんからです。はい、C さん、そしてゲストのキアスさん、こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。そして、和樹くん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。生まれてきてくれて、生きてきてくれてありがとうございます。私はつい先日のお盆休みに唐突にファフナーにはまってしまい、あら、ごくごく最近じゃないですか。お盆休み。ね、5日間で無印からビヨンド9話までを一気に駆け抜けて情緒が乱高下して大変なことになったので、着付け役としてエグゾダスのブルーレイ2巻を購入し、いつ往来したばかりなのですが、今回和樹くんのお祝いとしてお便りを送る機会があり嬉しく思っています。すごいですね。最終章に間に合うようにこれまでの歴史を追っていると、作品の中でも島のみんなの思いがつながり今があるというメッセージが感じられますが、ファフナーという作品自体も長年たくさんの人に愛されてきたことで、今私がハマるに至ったのかもと思うと、なんかいいなとしみじみ思っています。果たしてビヨンド最終章でカズキカレーを小宗志くんが食べることはできるのか、カズキや宗志、島のみんなにとって幸せな結末を迎えることはできるのか、11月が楽しみでもあり怖くもあります。どうすれば11月まで心を落ち着かせて過ごし、最終章に耐えるメンタルを備えておくことができるでしょうか。お二人に策があればお教えください。策、長くなりましたが改めまして、カズキくんお誕生日おめでとうございます。なんとかどうか幸せになってください。かっこ切実。ありがとうございます。いやー、そうですか。5日間でもう、それちょっと本当にね、なんかファフナーじゃなかったとしても大変ですよ、これ。いや、だから、無茶をしないでください。本当ですよ。で、あげくファフナーなわけでしょ。そうですよ、と大変ですよ。もう少しね、皆さん自分を大事に。いやー、まあね、痛みを分かち合っていただけて本当ありがたいんですけど、本当ありがとうございます。11月まで心を落ち着かせて過ごし、最終章に耐えるメンタルを備えておくにはどうすればいいのかと、いうことなんですが、石井さん。いやー、まあそうですね、まずですね、心を落ち着かせて過ごしという部分なんですけど、5日間でファフナーを見ちゃうこと自体が落ち着かすことができないわけなんですよ。まあ、要するに何が言いたいかというと、よく食べてよく寝て、ね、エビシオさんですね、エビシオさんらしい毎日を送っていれば健やかに生活できるわけなんですから、無理をしないっていうことですよね、やっぱりね。まずはね。なるほどね。あと、何ですか、最終章に耐えるメンタルを備えておく、いやこれはまあ僕の見解ですけど、備えることはできないんじゃないですかね。ほう、なんていうのかな、じゃあ例えばですよ、心がね、もう消えてしまって何も感じないとかいう状況であれば、まあね、問題がないんでしょうけれども、それは問題なくないですけどね。そう、それ自体問題、心が消えてとか言っちゃった、それ自体問題ですけど、ね、まあね、当然ながら我々は心があって、いろんなものを感じるわけじゃないですか、だからもうね、感じたままに心って動いていくものだから、まあ流れに身を任せってことじゃないですかね。なるほど。ね、無理にこう、なんていうのかな、ダメだって言って、壁を張って、頑張ってしまうと、バキバキバキって言ってしまうので、もう感じたままに心を動かせばもういいのだろうというところで、このおじさんに相談しても何にもいいことねえなって感じの。そうです。そうですか。
何ですかそのふわっとした、いや、ね、ふわっとしたアドバイス。これはもちろんファフラーがどうこうってことじゃないですけど、ええ、やっぱりね、その状況にも身を任せるのが一番いいと思うんですよね、うん、身を委ねてくださいと。そう、それがいいと思います。まあ、備えるってことはそれだけなんて言うんでしょうね、力が入っているのかもしれませんからね。そう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 、それよりもね、こう柳に風じゃないですけれども、そういうことですよ、波に任せて、そう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 、たうたうようにね、そういうことです。作品の、メッセージを、味わっていただくのも、一興かもしれませんね。多分その方がいろんな部分で、楽ですね楽ですか。そうですか。まあまあね、確かにね、こうなんて言うだろう、立ち向かう、べきものに立ち向かう作品ですからね、登場人物もそうですし、見てくださっている皆様もきっと何かそのね、挑むようなというか、見守るような気持ちかもしれないけど、そこにはきっとその何だ、戦いの一端にね、こう身を寄せているようなね、緊張感があるかと思いますが、どんな出来事にもね、必ずこうたどり着く先というのはあるんだと思いますので、そこをね、見守っていただけるのが、穏やかに見守っていただけるのが一番かなという気もしますし、そうですね、まあ心を落ち着かせ過ごし、そうですね、ここまでね、そこの11月の5日まで、もうあとなんか あと10回ぐらいもう一回頭から最新話まで見ればいいんじゃないですかそれは麻痺させると、そうそうそうあと10回ぐらい見たらもうなんかさすがにどうでもいいわって思い始めるじゃないですか。いやいや、そうなっちゃダメでしょいやもうこれ何回やってんだよって思ってば、めんどくせえなーになっちゃうじゃないですか。そんなの、そうなってきたらもう閉めたもんで、そこからですよ。でもまあまあね、そこから先に、本当の境地が、待ってるわけですよ。そうですね、抜けた先に、抜けた先か、でもね、最新話がまだこれから先にあるって思って、はい、ね、1から、ね、最新、今のところまでを全部こう何回も何回も見てると、フラストレーションたまりませんまあそうでしょう ね、うん、それでいい加減早く見せろよっていう気持ちになってきちゃいますね。やっぱり健やかではないな。なるほどね、わかりました。ということですね。難しいですねありがとうございますということですね、はい、まだいけますかね、まだ行けますかね、大丈夫ですかね、はい、じゃあ参りましょうか、ラジオネームパラダイス早急さんからです。わあ、なんか幸せな名前ですね、石井さん、木安さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そして真壁克樹さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年もお祝いできることを嬉しく思います。ビヨンド最終章を思うと胸が詰まるような緊張感のような、そんなドキドキを感じますが、毎月のラジオのおかげで楽しく待つことができています。 ありがとうございます。今回は和樹くんのお誕生日ということで、久しぶりの宗志くんのご来店とても嬉しいです。辰宮島の楽園では宗志がシチューを作り出したり、テーブルを拭いていたりと和樹たちのお手伝いをしてたことが懐かしく思い出されます。ところで、お二人は和田積島の楽園が経営難かもしれないのはご存知でしょうか？監督がツイートで、エレメントがやってる喫茶楽園は一般的には入りづらいと思うから、経営的にはやはり厳しいのだろうとおっしゃっていたのが、気になりまして。そこで質問なのですが、ビジネス創始でしたら経営難の楽園をどう立て直そうとするか、また小さい創始がお手伝いをするとしたらどんなことをしそうか、お二人が想像されることなどあれば、お話を伺いたいです。監督のツイートではマスターである紅葉の手腕が試されるといったことや、アルバイトのクルスミサオくんのバイト代はどんぐりなんていう噂もあり、ちなみに和樹と、紅葉は慎重にベストどんぐりを選ぶそうです、ということですね。ありがとうございます。経営難なんですって知ってました。ちょっとそれは知っといてください。いや、そんなつもりなかったんですけどね。和樹としては知っててほしい、 そこはさすがに。でもほら、調理場で料理作ってるだけなので、だってでも客が来なきゃ作ってないわけですから。あ、そうか、そうか。なんか一日ぼーっとしてたなっていう日が何日もあったりするわけですよそうなのかな。エレメントがやってる喫茶店だから入りづらいんですかね。理由はそうなんだけど、うんうん、注文して食べてる間とかも、ずっとそこにエレメントが立ってるいや、そんなこ
ことないでしょ。そんな圧迫するようなことない。っていう感じの何かを出しながら。だいたい和樹だって調理室に戻っちゃうし、調理場に戻っちゃうし、はい、で、うん、ほらね、紅葉はあんなメガネかけて、まあ、三沢もそうですけどメガネかけてなんかふわっといるじゃないですか。そのふわっといる感じがなんかこう、うん、逆に気を使わせてるんじゃないの。そうかな。まあミサオに関しては、うん、まあフェストムなのでそうだよね、ホラーだから。いやそうだけど、うわっていう、なんかやっぱ分かっててもちょっといやいやおっこいつはっていう人はやっぱいますよ。あの島民あの全体を見渡せばね、その、そうなのかな、近いところだけを見ればそれはもちろんもうねミサオ、うん、もうなんていうでしょう、もう仲間以外の何者でもありませんから。そうですよ、うん、みんなね認識としては仲間っていう風になってると思うんですよ。何せあの3人エレメントの人、うん、消えたとかそれもう日常茶飯事だから、うん、だからいやいやそれがギョッとするじゃん日常茶飯事でやられるとそうなの、ギョッとしちゃうからやっぱり。だってその今あの、うん、お待ちどうさまつってコンって置いて、うん、振ってみたらもういなかったりするかもしれない。おい、これよ、お化けかよっていう。そうかな、なんかそれを見て便利だなっていうふうに思ってくれてるんじゃないですかね。それはもう完全にあなたがねエレメント側の人間だから言ってるエレメント側の人間のもう精神構造ですよ。嘘、そうなのかな、うん、ちょっとで、うん、これをもしもう立て直そうとするならばですけど、そうだったのか、ちょっとショックだな。なんかあります？策として。そうですね、うん、だって喫茶楽園、まあ、うん、そうですね、経営難を立て直すには、うん、そうだな。そもそもだってエレメントがやってるから、うん、こうなっちゃったわけでしょ。そうですね、だからもうあの従業員に手こ入れするしかないっていうね、そういうね話になっちゃうじゃないですか、ね、あのメニューとか、うん、そういうあの雰囲気とかは、うん、もう申し分ないんだと思うんですよ、うん、ないですね。こういうね喫茶楽園みたいな、うん、あの喫茶店かお好きな、うん、あの層は確実にいらっしゃいますから。そうですね、私も行くと思いますし、うん、ただまあ本当ね、うん、あの不気味っていう不気味ってことないよ、あんな笑顔で迎えてくれる喫茶店ですよいやもう不気味ですね不気味なことないですって喫茶楽園って名前なんですよ。いやもうその楽園っていう響きがもうどこに連れてかれるんだよっていうエレメントって名前だったらあれですけど、喫茶エレメント、そうそうそう、だったら確かに立ち寄りたくないなって気はしますけど、ああ多分じゃあ人員ですよ、何か新しい風を入れればいいんじゃないですかね。新しい風、うんうん、なんだろう、誰だろうな。まあでも、うん、やはり、うん、一度、うん、一度溝口さんに、うん、戻ってきてもらうっていうのも手かなと。なるほどな、なんか溝口さんがいればね、そうそう、そのタイの人たちも、うん、ね、そうなんですよ、来てくれるし、そうそうそう、ちょっとこうなんていう、地続きな感じになるじゃないですか。でもタンクトップの人ばっかり来られちゃうとまたそうじゃない人たちが来づらくなっちゃいません？それなんかそれそういうさ、なんでそんな、うん、客を選ぼうとするの？いや別に客ってタンクトップの人は お断りみたいな、そんなそうじゃないんだけど、なんだその万人にっていうことで、いやそれはさすがに分かってるよ、隊員の人たちだって。俺たちが続々行っちゃったら迷惑だなぐらいのことは、ね、せめてなんか上着を着ようとか思うタンクトップどうこうの話じゃないだろ、混むか混まないかじゃないのそう、タンクトップだから迷惑だっていうのはもうもはやそれはなんか本当に偏見だよ。でもね、みんなタンクトップだったらギョッとするじゃないですか。いやそれはそうだけどさ、いや冬とかもあるだろう、その時にタンクトップってことはないと思いますよ。そうかな、そういうことで、まあそうやってちょっとこう日替わりの、うんうん、例えば従業員の方を、うん、あなるほどね、入れることで変えて、ね、ちょっとね、あムードを変える、あるいはそのそうかそうか、例えばランチで出るお料理も、うん、今日の日替わりみたいなものを入れてですね、うん、ちょっとお客さんの気を引くということですね、そうですね、ちょっと回転を上げるっていうのはどうでしょうか。なんかね思うんですけど、はい、ジェレミーさんあたりいいなと思うんですよ。ほう、うん、なんかね、うん、結構ねファン多いんじゃないかなって思うんですよね。あちょっと文彦さんに ね、気持ちをね寄せていたジェレミーさん ですけど、うんうん、なんかね教師やってんですよ、うん、第二週任務確か、うん、教師、うん、ちょっとお休みしてくれないかな、喫茶楽園でちょっと働いてくれないかなって思っちゃいますかね、意外とすごいヘラヘラと
やっと、いや、ね、ろくでもないこと言ってますね。勝手なことをねちょっと言ったら子供から先生を奪わないでくださいよそうですね、うん、なんでそんな、そうですね、なんか客寄せパンダにしようとして、こっちの都合でね、そんなジェレミーさんをジェレミーさんファンいると思うんだよな。意外にしてくださいよ。そうですね。あ、あの小僧氏君がもしも働くとしたら、もうね、小僧氏が働くとしたら、うん、今のカレーより美味しいカレーを作ろうとすると思いますね。総氏カレーを。はい。あの、なるほど。もうあの、うん、そういうのもう全部あの、うん、あ、もう古いと。どうなんだろうな。まあ、あの新しい、あの、うん、新しいカレーを、作ってやる。でもね。千鶴さんの、メニューを作ってくれたじゃないですか、総氏が、ね、あの時は千鶴さんの味っていうゴールがあったじゃないですか、うん、はいはい、でも総氏が自分が思ったゴールっていうものに果たしてたどり着けるのかっていう、うんうん、あのなんかね、今の総氏は料理がうまそうなイメージがあるんですけど、騙されちゃいけない、 あれはねゴールがあったからそこに向かっていけたんだけど、うん、そうじゃない、ね、そこじゃない方向に向かっていこうという総氏はきっと何か失敗をしでかすような気がするんですよね。なんでそんな、なんでそんなネガティブな捉え方。え、騙されちゃいけないって何ですか。ひどいな。いや、なんかね、そうあってほしいんですよ。やっぱりあの宗師にもそういうなんかダメな部分が見たいんですよ。ああ、結局、うん、結局なんかよくわからないものができちゃったみたいなね。そう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 。なぜだっていうふうに悩んでしまう宗師が、まあ。それはそうでしょうね。あのすぐにあの。うん、すぐに美味しいものができるとはあの、ね、まあ、私も思いませんね。ね、あの、うん、かなりの試行錯誤を、うん、あの日々するんじゃないですか。ね、ああそうか、いろんなその調味料 の、うん、あのグラムから。そう、あでも追求するね、あの探求心があるから、そう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 、結果的には導き出されそうですね。いつまで経っても完成品はできないんでしょうけど、うん、思ってることとしてはもうなんかその今まで誰も食べたことがない、うん、あの最高のあの。そうですね、カレーを出すみたいなあの、うん、対抗心を持ってるんじゃないでしょうかね。あ、なるほどな。でもなんか そうだな、宗師があそこで働いてくれたら、うん、あ、ジェレミーさんじゃなくても大丈夫かもしれないなって気がなんかしますね。ちょっとジェレミーさんで失礼だろう。いや、そうじゃない、もうジェレミーさん誘ったんだからジェレミーさんで行けよだって教師やっていらっしゃるからやっぱりね、やっぱりそれはあまりにもね ひどいなって思うのでフラフラしてんなおい一回ジェレミーさんに声かけたんだから。いやね、ジェレミーさんにやってもらえよ。いろいろ考えちゃうじゃないですか、あのね、皆さんにも生活があるのでって勝手だなおい。はい、ということでございまして、うん、どうです、こんな答え出ちゃいましたけれども、うん、パラダイス早急さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではお便りはここまでとさせていただきます。それでは続いてはこちらの企画に参りましょう。第4回島民世論調査。島民世論調査と題して、ラジオをお聞きの島民の皆さんにツイッターでアンケートを実施するコーナー。今回はですね、カズキ生誕祭スペシャルということで、はい、第4回のテーマは真壁カズキ名ゼリフ。ご参加くださった島民の皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、あ、はい、まあ、当然これなんていうんですか、うん、こう集めておしまいってわけにいかないでしょ、うん、発表するわけでしょ。そうです、そうです。第5位から発表するわけですけども、はい、まあ、カズキの名ゼリフなわけですから当然これは振り、カズキが渾身の、うん、ね、あの本番、はい、さながら、いや本番以上の、思いを込めてですね、今回は、読み上げてくださると、いうことになっておりますので、うん、進行は私が、させていただきますが、セリフは、真壁一樹さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。参りましょうか、はいはい、では、第5位から発表していきましょう。第5位は、飛べるさ、俺とお前なら。そうだろ、でございますね、はい、はい、なるほどね。いやな、これ無印のセリフですね。そうですね、第1期の時の26話、はい、最終決戦が終わった後、カズキと宗師が2人で帰ろうというところ で、 あ、そうですね、はい、カズキが宗師に向けた言葉ですね、うんうん、アンサーになってるわけですね、うんうん、なんでしょう、あの1話2話に対するね。そうそうそう、最初の時に宗師が何か言ってたんですね、うん、はいはい、同じようなこと、うん、これ
あのおすすめしてくださった方のコメントもちょっとあの、はい、あの抜粋してあるので読みますけども、はい、一番パッと頭に浮かんだので選びました、うん、戦闘前不安にしていた和樹に宗師が言ったことを今度は和樹が宗師に言う、信頼し合える関係になれたことにジーンときましたということですね。まあそうですね、そうですね、うん、変わっていったんですよね、うんうんうん、これをねちゃんと和樹から、言えるっていうことが、うん、本当に2人の関係性がこうね変わっていったのがよく見えて、ああ記憶がありますね。まあなんかね、そこに限って言えばあの、まあ、一種のハッピーエンドっていうかね、まあそうですね、もちろんその後にあの悲劇は待ってるわけですが、うんうん、あの積み重ねてきたものがちゃんとあの成就したなというところでありますよね。特にそれをこの、和樹が言えるようになったっていうのが大きいですよね。はい、ありがとうございます、はい、では、第4位は、なんでお前たちなんだ、なんでそうしてない、はい、はい、もう本番さながらということでね、ありがとうございますでした。ヘブ&アースですね、これ。そうですね、こちらもあのご推薦のコメントをちょっといただきます、はい、悩んだのですがやはり印象的なヘブン&アースのセリフで、穏やかに過ごしていたように見えたのにその実ずっとくすぶっていた和樹、吹き上げるような劇場が感じられる石井さんの演技も好きですということです。ありがとうございます、うん、そうですね、いや、本当ヘブン&アースの時に、うん、あの和樹が最初に出撃する時にすごい重苦しい音楽の中こう出ていくわけですよね、うんうん、そんな出方、主人公がロボットに乗って出撃する出方あるかいっていうぐらいの重さでしたけど、ね、重いね、まあね、ちょっと切れてましたね和樹。そうですね、なんかこの頃はでもまあなんか切れがちですか、なんかヘブン&アース、まあその何、思春期なんすか、なんていうんですか、なんだろう、ヘブン&アースの時の和樹って、うん、なんかちょっとこうあのとんがった感じありました、とんがってる、とんがってるという我慢してる分だけなんか吹き出てきちゃう、多分そう溜め込んでたものが、うん、思わずこのフェストムに対してぶつけてしまったっていうところだとは思うんですけどね、うんうん、基本そうだよね、うん、最初のシリーズも、うん、まあなんか、うん、あの島出ちゃったりとかいろいろありますけど、うん、でも基本そんなにこうわーっとはならない人でしたもんね。そうですね、まあ、時々なんかあの弾けちゃいますけど、うん、でもね、うん、こうやって叫んでいるっていう感じはやっぱり今ではない和樹だなっていうのは感じますね、うんうんうん、あ、まあそうですね、うん、なんかちょっと やっぱりでも青さを感じますね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、ね、はい、では次行ってみましょう、はい、よろしいですか、はい、第3位は、守るよみんなを、それが多分まだ俺の命がここにある理由だから、これが俺の祝福だ。はい、はい、エグゾダスの、そうですね、これはあの英雄2人の時ですね、うんうんうん、9話ですね、はい、まあ和樹の中では ある程度もう自分の中での方針が固まったんですね、うん、なのでここは、ある種吹っ切れている部分があるかなとは思いますね、うんうん、マヤに言ったセリフですね、マヤに言ったセリフです、はい、まあ、だからマヤの側からするとあの言われちゃったなっていう感じもあるんでしょうけど、本当にもうマヤの気持ちを考えるとね、うん、大爆弾、もうすごい爆弾を、うん、落としていったなとは思いますけど ね、 そ、 うですね、それだけ言ってボーンって飛んでっちゃうわけですからね。そうですよ、だから宗師はその後攻められるわけですよ、うん、そうなんですよ、本当いい迷惑ですよね。助けに来た和樹と宗師にテンションが上がり、アンジェラさんのその時空への挿入歌が良かったです、うん、和樹の葛藤や決意、助けたい気持ちがその一言に込められているように感じました、うん、その後のシャイニーも印象的です。シャイニーは関係なくない、何シャイニー、そのあーパーってやつ、あれがルガーランスを上にパーって上げたやつ、ミワちゃんもやってたあれですよね、うん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 、そのことだよね、シャイニー、ここで言うシャイニー、ね、そういうことですよね、うん、シャイニーっていう風に言っちゃうとあの歌を思い出しちゃうので、うん、歌ってないですよね、ここ本編ではね、本編ではもちろんですよ。パーフナーですからね。そうですね、よかったよかった、びっくりした、そうですよ、俺見落としてるのかと思いました。なわけないですわ。そうです、はい、はい、じゃあいいですか、はい、もうあの
どんどん切り替えてくださいね。あ、うん、あそうかそうか、ね、もう切り替えなきゃいけないんだよねこれね。そうそうそう、はい、あのその時の気持ちでお願いします、はい、では、第2位です。ソシ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 。はい、もうちょっと下がってもらっていいですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。今の大丈夫ですか。音取れてます。いけてます。マイクがね割れちゃうことがあるんですね。はい、ね、途中一回あのバコーンってやられて、そうなんですよね。なんていうんですか、これだからあの、うん、九連呼って通称呼ばれてますが、あ、そうなんですか。九連呼、あ、そうですか。そう、うん、けど、はいはい、まあなんか途中にね、うわーっていうのが入るんでね、うんうん、なんかあのちょっとそこがあのいつも僕ちょっとあのなんて言うんでしょう、ププって思っちゃうんですね、うん、でもね、うん、そのシーンを、うん、まあ再現するならばそうなってしまうのでね、うん、なんかいいなと思って、でもそれあの素晴らしい、いや本当に素晴らしいなと思ってまして、やっぱりね、うん、そのね跳ね飛ばされた瞬間もね、うん、宗師のことずっと見てるの、そしたらもうないの、うんうん、こんな悲しいことなくないっていうふうにね、やっぱ思うわけですよ、うん、そこをねちゃんといまだにフレッシュにでこう表現できる石井さんっていうのがやっぱすごいなと思いますし、いや、うん、どうですかね、だからこそやっぱり名言第2位になれるあのだけのね、セリフなんだと思うんですけども、でも、うん、そうか、名これ2位なんだ。うん、まあそうですね、なんか僕の中では、うん、あのこれ結構1位とかになっちゃうのかななんて思ってたんですよね。あ、まあインパクトは強いですからね、うん、確かに、うん、まあおっしゃる通りですね、その推薦のコメントの中にも、うん、はい、和樹の名台詞と聞いて真っ先に思いついたのがこれだった、ですとか、無印23話の九連呼が特にすごいと感じますが、やっぱり和樹の台詞としての宗師ってその時その時の感情がギュッと詰まってるように思えますとか、宗師という名前の連呼で和樹にとってどれだけの存在だったかが痛いほどわかるセリフで涙が止まらなかったのを思い出しました。うーん、ありがとうございます。まあね、本当呼び続けるっていうね、うん、なんか最なんかね、一声そのだ誰かの名前を呼ぶなんていうのはね、うん、まあ、あのセリフとしては、まあ、よくあのあることかもしれませんが、そんだけ ねあのアクションとともにずっと名前呼び続けるっていうのはなかなかね、うん、そうなんですよ、ないでしょうからね、まあ、シリーズ通じて、やっぱり宗師っていう言葉はよく言っていたなとは思うんですけどね。ああ、まあそうですね、うん、まあなんか、うん、名前はよく呼びますよね。名前はよく呼ぶし、うん、でもなんだかんだ言ってエグゾダスでは、うん、宗師よりも遠見って呼んでた方が多かったイメージなんですよね。ああ、そうですか。そう、なぜ、まあ、なぜかってことはないんでしょうけど、うん、多分宗師との関係性が、うん、あのエグゾダスの時はもう一つ自分たちの中でしっかりと、うん、あの構築されたからだと思うんですけど、うんうんうん、なんか遠見に対してのやっぱり問いかけみたいなものが多かったなと、うんうん、遠見遠見いつも遠見遠見って言ってた気がしますね、うん、気にはしてたんだね遠見のこと、うん、もちろんじゃないですか、うん、当たり前ですよ、ずっと気にはしてるんです今でもね。下手くそだなはい、じゃあいいですか、気持ち切り替えてくださいね。下手くそだなって、はい、はい、いいですか、はい、はい、いきますよでは栄えある第1位です。選ぶんだ、何度でも。悲しいからって諦めないでそこにいることを選び続けろ。はい、ヘブン&アースでミサオに最後、投げかけた言葉ですね、うん、この後カズキは全身こう動画されてしまってっていうところですけれども、本当にね、あのでもこの言葉をミサオに対して、投げかけられるっていうことが本当にカズキの成長だったんだなっていうの、うん、そうでしょうね、うん、自分の言葉として言えるっていうのがいいなと思いますね、うん、悲しいからって諦めないでそこにいることを選び続けろ、うん、やっぱ自分の言葉にできてるってすごいな、うん、なんかこうカズキという主人公はそのなんていうんだろうね、こういうあの一種抽象的なその、うん、なんか生き方みたいなところを、うん、あのこうやってあの理解していくっていうところが、うん、あのこの主人公の
なんか一つの役割だったのかなと思いますね。なんかあの状況を打開するにはあの当時あまりにもこう何でしょう壁が高かったというか、その後のエグゾダスですとか、今のビヨンドとかになってくると、また状況もまた変わってくるので、それに応じて例えばその、ミワちゃんや今の宗師なんかが言う言葉っていうのはまたその状況によってあの言わされている言葉っていうのがあると思うんですけど、この頃のなんかねそのなんていう生きてた人たちっていうのは、このなんか抽象的な問いかけにあなたそこにいますかっていう、にあのどう答えていくかっていうその、まだまだなんかこうもやもやとしたものをなんとか掴み取ろうと頑張っていた時なんだなっていうのをこのセリフから私は感じてますね。そうですね。そういうああそれはああなんか。漠然と僕も思ってましたけど、そう言語化できてなかったな、そういうことですね。だからそうあのすごくこう気持ちが良かったですね。そうですね。そういう部分でね、というセリフでございました。はい、あのお推薦のコメントもせっかくですから読み上げておきます。はい、いなくなりたいと思ってた和樹がフェストムであるクルスにいることを逆らうことを選ぶように訴えかけるシーンは印象的。さらにですね。和樹自身が無印からのさまざまな経験を通して得た答えであり彼の成長を感じられるのと言い回しがとても和樹らしいセリフだなと思って気に入っています。初めて聞いた時から印象的でしたが今ではこの後の和樹という人間性を決定づけたセリフだと思います。そうですね、確かにそうですね、そうなんですよ。まあ、この後またねエグゾダスに入って悩みはしますけれどもね、またちょっと違った悩みにはなっていくわけですが、そうですね、はい、やっぱりその最初のシリーズであのなんかなんて掲げたテーマみたいなものは、やはりそのヘブ&アースで一度、やはりあの、答えを出していこうというなんか流れがね、ありましたし、その端的な部分なんでしょう ねこのセリフはね、しっかり答えを見つけてっていうところありますね。いや、そこを選んでくださったというところがまたなんだかあのちょっといいですね。島民の方々の多くがこのセリフを1位に押してくださったというのも作品が好きだからってことだな。そうですね、なんか伝わったんだなという気がいたします ね。あ、ちなみに、ヒアスさん、なんか話によると、ツイッターの方で俺だったらあれだなみたいなことをつぶやいてたんですって。なんかこのトップ5の中にありました。トップ5の中にはね、トップ5の中にはまあ、どれも捨てがたいですけど、トップ5ではないかな。あ、違う。え、何だったんだろう。何です。あ、こんな、いや、内緒。内緒内緒ってある。内緒です。嘘でしょ。いや、内緒です、内緒です。内緒、はい、あ、そう。あ、まあ、じゃあ、まあ、いつか。いつかね。いつか、じゃあ。はい。そうですね。まあ、じゃあいつかですよ。本当にそこはちゃんと開示していただきたいなと思いますけれども。名台詞でしょ。そう、名台詞、はいはい、絶対もうみんな納得いってませんよ。内緒ってなりますよ本当に。いや、でもそこはなんか、あのいいですよ、あの墓場まで持ってなんでだ、なんで墓場まで持ってる。あ、そう。いや、じゃあ、まあ、ちなみに僕はですよ、僕はあの、まあ、やっぱりねこの中には入っていなくて、もうね単純な言葉なんですけれども、これなんですよ。お前って本当に不器用だな。これね第一期の時の、あの例の11本の自販機の、あの時に和樹が言った言葉なんですけど、まあ、成長の過程ではあるんでしょうけれども、でもよくあるその成長したからこそお互いの関係性で、あのこういう会話ができるっていう、本当にあのなんだろうな、もので考えるとちょっと違くって、あのもともとある2人の、人間性みたいなもので、緊迫感のない部分で、本当にその人間性だけで2人が会話したらこうなっちゃうんだなっていうのがなんか見えてる、ね、言葉なんですよ。なんかそういうのがすごく好きで、
カズキのそれこそカズキらしさみたいなもの、うんうん、でカズキらしさプラスこれを言うことで創始らしさみたいなものがすごく出てくる、ね、セリフだなと思ってまして、うんうん、なのでなんか本当にこういうふわっと力の抜けたようなのが好きだなと。これエグゾダスでもね言ってましたけどね、うん、このセリフはね。そうですね、はい、というところで僕はこちらでしたね。いや、やっぱファフナーといえば緊迫感なんですけどね、うん、まあ表裏一体なので、まあね緊迫感そうですね。でもなんかあのなんか報われた瞬間とか、うん、あとそういうあの不意に出たあの、うん、気の抜けたという言い方はあれだけど、それね、うん、なんかこう思わず出た言葉みたいなのも、そう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 、非常にやっぱり言葉選びがあの繊細で素敵ですからね、うんうん、まあどれも捨てがたいっちゃ捨てがたいんですけど、はい、まあそういうことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、第4回島民世論調査でしたが、はい、ここでですね、第5回のテーマを発表いたします。もう第5回になります、うん、次回のテーマはなりたい第二主任務。ツイッターでハッシュタグ島民世論調査をつけて理由とともにつぶやいてくださいね、うん、はい、ということでここまでです。引き続きメールをどんどん送ってきてください。それではここで一曲お届けしましょう。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド、真壁一樹でエンプティーワールド。真実はいつでも残酷なものだといつか覚えて大人になってく胸に棘を残して web ラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド。では早急のファフナーザ・ビヨンドの最新情報をお伝えします。早急のファフナーザ・ビヨンド完結となる第10話嵐来たりて、第11話英雄2人、第12話早急の彼方が2021年11月5日金曜より劇場先行上映開始です。現在 YouTube にて最新 PV も公開中ですので、ぜひチェックしてください。そしてここで前売り券情報を発表いたします。平井久志氏書き下ろし A4 クリアファイル付きムビチケカードが10月1日より販売開始となります。クリアファイルも絵柄も初解禁となります、ということで、ここに今ですね、はい、ビジュアルがございますけれども、はい、和樹と宗氏と、そしてこれかぐやと咲夜ですね、うん、描かれておりますね。なんかでも綺麗だな映像として、ね、はい、いやなんか凛々しい、うん、宗氏くんと、そうですね、相変わらず何か影を背負っている和樹くんと、 そしてかぐやと咲夜、穏やかな表情してますね。ね、そうですね、2人います。とうとう彼女たちがって感じですか、ということでしょうね、うん、きっと、はい、そして、上映予定劇場および、うん、メジャー通販などにてこちら販売となるそうです、どうぞお見逃しなく。はい、そして現在早急のファフナーザビヨンドブルーレイ &DVD 第3巻が好評発売中です。アニメ本編第7話第8話第9話の他に映像特典として創始生誕祭2019年の模様なども収録しています。
アンジェラによるエンディングテーマ夜明け待ちのバラードも収録しています。はい、サントラ情報ですかね。はい、はい、また11月10日に早急のハフナーザビヨンドオリジナルサウンドトラックボリューム2がリリースされます。うん、先日ジャケットイラストも公開されました。あの港の、はい、あれ画像ですね。あれですよね、ソウシと、うん、ミワちゃんが、うん、あのオープニングでしたっけ、あの、うん、一緒にいるところのなんか灯台みたいなのが。あ、そうなんだ。うん、あ、よく気づきましたね。だと思いますよ多分ね。なるほどなるほど、はい、映像特典には、はい、キアス公平秘密のワルシャワ機構パート2そう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 俺ね、これね、もうあの俺の中で、うん、もうなんすか、もう終わってたのかと思ってたぐらい。ああ、なるほど、もうすでに ね2本ともね、そう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 、うん、あ、まだパート2があったかっていうぐらい の、ね、あの気持ちで、あのいるんですけれども、そうなんですよ。早急のハフナーザビヨンド、ビハインドザシーンズインワル英語で書かれると読めないね。ビハインドザシーンズインワルシャワを収録しています。はい、ということでですね、はい、ワルシャワ機構パート2、ちょっと楽しみですね。そうですね、もうあの何年前になっちゃうんだって感じですけどそうですか ね。いや、でもあの本当にあの、うん、今でも思い出せるとても楽しいあの旅だったので、うんうん、ね、まあ、あの我々しかね、うん、この感じちょっとあのそうです ね実感してないのは本当に他の共演者の方々には申し訳ないですけど、はい、うん、まあ、見てくださってる皆さんにはですね、せめてちょっとでもそういった雰囲気を味わっていただけたらと思いますね。はい、はい、詳しい情報は早急のファフナーザビヨンド公式サイトでご確認ください。以上お知らせでした。ウェブラジオ早急のファフナーザビヨンド、お送りしてきましたウェブラジオ早急のファフナーザビヨンド、あっという間にエンディングです。さて、カズキ生誕祭スペシャルとしてお送りしましたけれども、第13回ですよ。キャスさんが、はい、6回までは、はい、ゲストとして参加してくださっていて、はい、ね、まあ本当に最多出演ということになるわけですけれども、7回目、はい、ということですね。いや、よくね、ここまであの走り続けていらっしゃって、無事にね、うん、いや素晴らしいですよ。いや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 、石さん、いや楽しいですよ。毎回ね、こうやって作品について語る機会があるっていうのは、うん、多分他のね、あの共演者の方々がなかなかできないことをやっているので、すごく嬉しいですね。そうですね、うん、この期間ずっとね、やっぱりファフナーのこと考えていられるので、うんうん、あ、そうだから、うん、さっきちょっとあの思いついて、うん、あの言い忘れたんですけど、うん、あの11月までどうやって待つかって言ったら、はいはい、うん、あのこれをあの、うん、その都度これをその都度ちゃんと聞いててねっていうそっかそっか、うん、ことかなって思いました。そっか、うん、あの、ね、そこでこう、ね、精神のバランスをね、うん、あのなるほど、いい具合に取っていただけたら、まあ、言ったってそんなに緊迫感があるラジオじゃないし、そんなにっていう全くと言っていいじゃないですかそうです、全くないと言っても過言ではないあれ意外とですね、そのゲストの方々としっかりと作品について語ってるようなイメージはあるんですけどね。もちろんね、その、うん、ゲストのね、あの方の、うん、あの何でしょう、ご発言によって、うんうん、結構あの石井さんもちゃんとあのちゃんとした石井さんでいらっしゃるんだなっていうちゃんとしたって言わないでくださいよ。あ、ちゃんとした石井さんでいることもできるんだなってことはちょっと理解したんですよ。逆に言うと、なんかそのどんだけそのなんて言うんでしょう、うん、あの手を抜いてるんだと、はあ、あの私と喋ってる時にそうか、適当に喋ってんだなこの人はっていうことをあの理解したんですが。いや、そつなくそつなくやってんなと思いますよ。いや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 、そんなことないんですって。あ、ただただ、うん、あのお任せしているだけで。何を？あの、キアスさんに対して、キアスさんがいるときはただキアスさんにこうお任せしちゃっているだけであって、うん、手を抜いてるわけじゃない。あ、そうですか。で言うと、なんか俺がすごいあの乱してるみたいじゃないですか。うん、空気を乱しているのは俺だったみたいなことになっちゃうでしょ。あ、そっか、ちょっとあの。それはちょっと違うな、うん。なんか語弊があるんじゃないかと思うんですよ。うん、まあまあ結果的に、ね、空気を乱して、最も空気を乱してるのはも別にいるじゃないですか。うん、ああ、なるほどね。今もうここにいつもいないですけど、最近は、まあそうなんですけど。もっとなんかね、あの全然、うん、あの。あさっての方向からしかなんかね言ってこないようなやつもいますから、それに比べる私なんてね、本当なんかもう平民も平民、本当にあの小市民ですから。いやいやいや、もう誰がいけないとか言わないでください。違うんです、誰もいけなくないんです。みんなが悪いんですよ。みんなでこういう雰囲気を作ったんだから。まあ共犯なのね。そうそうそうですよ、もちろんですよ。わかりました、ね、そういう、あ、まあ精一杯ね、あの今回も、はい、あの一度ね、あの早急のファフナーの雰囲気っていうのをリセットするつもりで、ここにあの
お邪魔したので。リセットしちゃダメなんじゃないですか。リセットして、もうな、あの新しい、あのもう初めて見るかのような気持ちでね、また11月にね、ご覧いただけたらなと思って、あのあこういう投稿させていただきました。ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。まあね、なんかカズキの誕生日という感じは本当に過去つけてたったような気がするんですよね。いや、まあ本当だから ね、あのいずれちゃんと、やりましょうよ。あのそうですね、ケーキ食べてください。あの思う存分なんだったら、あのなんだったら次は、あの、あれですよ、これあの喋るからいけないわけで、あの石井さんが一人で、あの無菌状態みたいなお部屋で、あのケーキを食べる分には、全然問題ないわけですよ。それはあまりにも飛沫感染も何もないんですよ。あまりにも寂しいじゃないですか。それをだから我々はそのブースの外側で見ておりますの でそれをなんかあのあれですよ、あのスマホかなんかで適当でしょうよ。スマホかなんかで撮っとくので、まあね、映像としてだったらば、はい、まあまあそれもありかなって思いますけどね。そうですね。でもラジオでそれやっちゃうと、はい、あまりにも、あの2人のだ、2人かどうか分かりませんけど、1人ですけど、ね、1人で1人で1人でケーキを食べるとこ実況していただいて、 それはあまりにも寂しいからね。まあ早くな、みんなでなんかわーっとできるようになったらいいな。そうですね、いや、そう思います。何しろみんなで集まってね、和樹の、誕生日ですとか前の誕生日ですとかね、はい、あのお祝いできるといいなと思いますよ。本当にもうね1年経ちましたこのラジオ。いや全くですね、本当それがびっくりした。あのエアーケーキをまさか ね2回目やることになるとは、2年続けてやることになるとはね思わなかったけれども、できるもんだなって思います。なあ、本当にね、ありがとうございます。ここまでね皆さんが聞いてくださっているからだと本当に思っておりますので、全くです。はい、ということで、次回なんですけれども10月の中旬配信予定です。またぼやっとしてんな、中旬ですって、はい。メールの宛先はファフナー TV アンダーバーラジオアットキングレコーズ .co.jp まで、皆様からのお便りお待ちしております。そして島民世論調査の回答もよろしくお願いいたします。次回のテーマはなりたい第二種任務です。ツイッターでハッシュタグ島民世論調査をつけてつぶやいてください。それでは、今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は石井誠と木安浩平でした。バイバーイ。バイバーイ。どんな力もいつか無に帰る。でも大事なものは誰かが守って残してくれる。みんな宗師を信じてるんだよ。宗師もみんなを信じて。自分たちのあるべき姿を見失わないからこそ生き残る意味がある。この先へは行かせない。僕が憎しみで染めてやる。いつまで同じことを繰り返す気なのさ。役目を終えたら俺の命をお前にやる。お前の力なんかいるもんか。自分を捧げず手に入れるんだ。心に平和を。相手の命を見ろ。あなたは私、私はあなた。ミワはここにいるよ。